質問は由意識と空の関係。まず空をよく知るためには何を知る必要がある？空の反対は？空の反対。そう、空の反対。無と無の関係だと思ってるんですけど。うん、空の反対は？空の反対。空の反対。わからないときは？どうなんですか？そう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 。あの空とこの有識というのは妙有と真空じゃなくて空の反対。反対で概念ですか、それとも反対？空の反対、空っていうことは何々がないことを指すわけ。実体がないということですか。うん、空が空っていうことは何々がない、まあ、無我っていうことは空無我同じような意味で使うことがある、ね、ということは空というのはがですか。そう、がなら空というものはがという概念を知らないと。ああ、そういうことか、うん、ね、だからががないことを空というんです。何もないことを空って言ってるわけじゃなくて、ががないことを空って言うんです、ね、私たちはいろんなものにがを置くんです。が、ね、って何かって言ったら、がっていうのはガチ、がけん、我慢、がーいなん、我見っていうのは我を置いて我に価値を置いていくんです、ね、で私の話で一番これを端的に表しているものが、価値のあるものを手に入れて価値のある人間になろうとするってことなんです。私たちは価値のあるもの、例えばね、さっきの話だったら一生懸命善を実践すると、その善に我をつけて、それで私は善人なんだっていうふうに安心しようとすることが、それが我なわけです、ね、だから一生懸命私は何かに心がけていくと、その心がけているものに我がつくんです。我がつくとどうなる？できてるつもりになってる。できてるつもりになってるからやらなくなる。そう、やらなくなるんです、うん、例えば子供に、ね、我がつくと、子供のことを、なんか正確には見なくなる。そう、見なくなるんです。私たちは我がついたものに対してちゃんと見ることをしなくなる、ね、我をつけたらやらなくなるんです、ね、だから我がつくっていうのはできているところに立つって、できているところに立つっていうことと実際にできているっていうことは違うんですよ。わかりますかね。ね、できているところに立つとできているっていうことは違うんです、うん、これが私たちは分からない。
ね、すぐにできているところに立ってしまう。立つとどうなる？立つと、立ってできているところに立っているけど、それができているということと違う証拠にやらなくなるってことないですか？うん、違う証拠に僕もやらなくなると思って、うん、違う証拠に違う証拠ですか？できているところに立つということとできているっていうことと違う。例えばさっきのことだったら、ね、私は攻めてないっていうところに立つのと、攻めてない、本当に攻めなくなったっていうこととの違いは、相手を見下すとか、うん、有意識が違う。攻めることがなくなったら、攻められるのではないかという恐れがなくなるんです、うんうん、だから有意識が変わるんです。だから空って何って言ったらね、空っていうのはそのできているところに立つことから、本当にできているっていうところになるように心がけていくことが空なんです。空を努力すると有意識が変わるよってことですか？空っていうのは我からね、我から離れることなんですよ、うん、我から離れるってことは実際にね、できているように心がけていくことが空っていうことなんです。だから空っていうとね、どうしてもなんかこう空っぽのイメージになっちゃってるんですよ、うん、でも空っていうのは我がないっていうことなんです。我がないっていうのはできているところに立ってやらなくなってしまうことがなくなるっていうことなんです。常に心がけていくようになることが、これが空が分かるってこと。うん、まあ、空に心がけるってことによって有意識が変わってくるし、うん、まあ、有意識が変わってくると空ができてくると。有意識が変わってくるっていうことが本当にできているっていうことなんです、うん、これなんですかね、有意識と空は。まあ、空で努力する、空を空ずることを、だから空っていうのは有意識の世界で生きていくようになるってことなんです。有意識を問題にして生きていくようになる、ね、それが空なんです、うんうん、さっきの生じの生じをしていくってことと違う、はい、空をして、空ずることは生じをしていくこと。そう、空ずるってことは生じしていくってこと。生じをしていくっていうことは空ずることなんです。でもうちょっと話を変えるとね、攻めるとね、攻められる、この有意識っていうのは責められる世界が有意識、ね、責められる世界が有意識で、我は責められる世界だから、せ責められないようにする。違う違う、責められるような自分、うん、そうそうそう、マイナスの場合ってことですか？わかります？うん、その責められるよう、責められる世界ってなった時に、責められるのは責められるような私がいるからだっていう固定した私を生み出すんです。これが我なんです。うーん、私が責められるような人間だから責められているんだっていうんだ。この我をなくすことを空っていうんです。うーん、我をなくすっていうことは何かっていうと、
私が責められるような世界にいるのは、それは右側の責められるような人間だからって言って、じゃあ、責められるような世界にいるのは人や自分を責めているからなんだ。あ、そういう意識にしたのはそれ、こういうことだよと。そうそうそう、はい、だから責めているから責められるような世界が生み出されたんだっていうのが空だし有意識なんです。だから私は責められるような人間ではなくて、責めるようなね、責めているようなものが私なんです。この場合、責めているような人間ではないわけ。わかります？私たちはがっていうのはね、全部それを固定化して変えられないようにしようとしているものが私と思っちゃうんです。固定化してそういう人間だっていうふうに思おうとする。自分はそういう人間だ。それががの世界なんですよ。責めているなら責めるような人間だっていうふうになっちゃう。違うんですよ。私は責めているという業を持ってるだけなんです。その業が責められるような世界を生み出している。その業は変えていくことのできるものなんです。自分の種まきによって。でも私たちはそれを、自分はそういう人間だっていうところに我をつけて安心させようとしてるんです。だから責められるような世界にいたなら、責められる世界にいたなら責められるような人間だっていうふうに自分を定義づけようとするんです。そういう自分だっていうふうに定義づけて、これが自分なんだっていうふうに固定して生きていこうとするんです。だから責められないような人間っていうプラスの側を立ったらね、そういう人間だ、自分がどんな種まきをしたとしても責められないような人間なんだっていうところに立っちゃうんです。でも私っていうのは、私っていう固定したものにね、固定したものが私じゃなくて、私が行っているものが私なんですよ。行動しているもの、思っていること、言っていること、喋っていることね、それが自分なんです。それは業から生み出されたものです。そう、業が私なんです。私の業が私なんですよ。でも私たちは業に目を向けずに、自分がこういう人間だってなったらね、例えば分かりやすければ、みんなから嫌われたとするでしょ。その時に自分は嫌われないような人間なんだっていうところに我がついていたならば、嫌うやつが悪いって思うじゃん。嫌ってくるやつが、私は嫌われない人間なのに嫌ってくるやつが悪い。でも嫌われるっていうことは、嫌われるような種まきをしたからじゃないですか。そうするとね、そういうことを話をすると、今度はだって私嫌われるような人間だからっていうふうに、そこにまた我をつけようとするんです。いやいや、そうじゃなくて、あなたの行動を反省してほしいって言ってるだけなんです。こういう種まきが嫌われるような結果になるから、そこを反省してほしい。あなたが嫌われるような人間、嫌われるような人間って何をしたとしても嫌われるってことなんです。私たちはもう行動と関係のない自分になろうとするんです。空っていうのはね、あくまでも行動と関係している自分ってことなんですよ。だから空と有意識っていうのはセットなんです。だから空って変な風にね、無我っていう風に言うと、我っていうのは自分がないことだとね思ってしまってるんです、多くの人、うん、仏法者のね、その仏法学者のね、多くの人はね、がないっていうとね、自分がないっていう、自分がないんじゃなくて、がないんですよ。空っていうのはがないんです。がっていうのは固定した自分がないってことなんです。固定してみようとするんですよ。
自分はこういう人間なんだ、責められたらね、ああ私は責めていることが責められる世界を作って苦しんでいるんだな、そういうふうに反省して責めることをやめていけばいいだけじゃん。それを責められたならばね、責められるような人間だからってなったらね、責められるような人間ってなったら自分は何をしても責められるような人間になっちゃうんです。どんな種まきをしたとしても、だから自分がこれからどう生きようが私は責められるような人間だっていうがで生きていくってことなんです。でもそれは自分のね、自分っていうのはその固定したものではなくて、自分の種まきによってどれだけでも変えていくことのできる自分なんです。だからこういう自分が見えたならば、責められるっていう世界が見えたならば、自分の種まきを反省して種まきを変えていけば自分の世界を変えていくことができる。私たちはがの世界にいるから、どうしてもね、種まきに心がけようっていうふうに思わないんです。種をもう、ね、すぐにね、どんな種をまいてもこうなんだっていうふうに思おうとしちゃうんです。どうやってもこうなんだ、嫌われたならばね、嫌われるようなことをしたから嫌われたんだって思わずにね、嫌われるような人間だからってなっちゃう。そういう考え方をやめていくことを食うっていうんです。そして見えている世界を通して自分の種まきを反省して正していく、ご縁にしていく。責められる世界にいたなら、責めているから責められる世界にいるんだっていうことを反省してね、責めていることをやめていこうとする、それが有意識ですよね。有意識で必ず考えていけるようにする、それが空の世界なんです。だから空の世界に出るっていうことは、有意識で物事を考えられるようになっていくっていうことなんです。だから必ずそういうふうになる、のには原因があって、その原因を直していけば結果は変わるんだ。それを私たちは、いやだって私そういうような人間だからって言ってね、すぐにどんな種をまいても変わらないんだっていうね、ところに立とうとするんです。もうどうやってもこういう人間なんだ。例えば犯罪を犯す人っていうのもね、私は嫌われる人間なんだと思って犯罪を犯す人っているわけですよ。そしたらね、あなたは確かに嫌われるような結果を受けてるかもしれないけど、それはあなたのそういう種まきがそうなっただけであってね、あなたはその嫌われるような星のもとに生まれたわけじゃないわけですよ。そういう人間じゃないわけですよ。あなたの今の結果はあなたの今までの種まきによって生み出された結果であって、そのあなたの受けている結果はその種まきを変えれば変わっていくんです。それを変わらないんだと思ってすぐに自暴自棄になってね、死んで生まれ変わらなければ変わらないんだと思っちゃうんです。でもね、死んで生まれ変わっても業が変わらなければ同じ結果を受けるんですよ。あなたの種まきを変えなければあなたの世界は変わらない。たとえあなたが自分が死刑になるようなことをやったとして、死刑になってこの根性終わったとしてね、生まれ変わったとしても同じような人生が待ってるだけなんです。そこをなんか自分を壊せば何か変わるんじゃないかっていうふうに思って、そういう人間だから、そういう人間じゃなくなれば死ねばなんとかなるんじゃないか、こういうふうに思う心が我の世界なんです。
我をつけてしまうのは自分が、もともと自分が分からない不安があるからか。そうそうそう、自分は分からない、ガチ自分が分からないからすぐに我で自分を判断する癖がついてるんです、ね、そしてそこに人と比べる心が起きて、自分の方が上なんだ、価値があるんだっていうところになってね、そこに京満山を登って執着していくっていうことが起きてくるんです。あともう一つ、あの空っていうのは諸法無我と一緒でよかったでしょうか。諸法無我、そうです、はいはい、まあ、その我が の考え方がちょっと自分がないってわけじゃなくて、そうそう、自分がないわけじゃなくて、この固定している自分っていう、これがないっていうことなんです。固定してる自分がないわけではないだけであってね、自分がないわけじゃない、自分は自分の種まきによって生み出されている世界が自分なんです。あくまでも自分の今までの種まきが今の自分を生み出してるんであって ね、そういう人間だからそういう結果を受けてるわけじゃないんです。だから空で生きるっていうことは、自分の種まきが自分の世界を生み出しているんだということを反省していく世界に行く、ね、で生きるってことなんです。それがすぐに私たちは自分は、ね、責められている世界だとね、責めているから、責めているものが自分なんです。自分って何者かって言ったら、責められる世界にいるならば責めているものが自分なんです。それが自分だっていうことがわからないから、すぐに責められているから、責められているような、責められるような人間が自分なんだっていうふうに我を置いて、そして責められないような人間っていう我を生み出して、そこに価値を置いて、そしてそこに執着するっていうことになっていくしまうわけですね。分かっていただけたでしょうか。はい、はい、今日は以上です。